まこなこです。クッキークリッカー。あれから長々と続けて今記録約2日経ったところ、丸々2日やってました。まあ様々な要素、このように書いてあるので、で今ちょうどクリスマスシーズンなので、それでなんかプラスアルファのね、効果様々に得られたので、多分他の時期にやるよりかは比較的進めやすかったんだと思います。まあこのような実績もあります。今実績ちょうど100超えたところ。今いろいろ隠してますけど、本来やればこういう風にさまざまなものが、なんか虹色のソードみたいなものも持ってるんだけど、兜かな、もしかしたら。こんな感じでさまざまな施設を建てていって、右側見ると、まあ、このような、今のところフラクタルエンジンというものが最高のもの、ちょっとその先出るの待ってたんだけど、なかなか出てこなかったので、ここで一旦動画にしようかなと。ついついクリックしちゃうんだよね。本当にこの2日、ずっとこれにかかりきりになってたような気がする。動画編集しながらでも、なんかこれが出てきたらね、クッキーが出てきたらついついクリックしに行くとかね、トナカイ来たらまたクリックするとか、そういうような状況でした。これは本当にやってはいけないゲームだったと思います。やるべきじゃなかった。いろいろとそうさせる要素が大量に含まれてるのはやってみてね、自分でやってみて分かった。そして今、この右上、なんかいろんなアップグレード要素で、このグランマというのが何かプラス要素を得られるんだけど、グランマの落ち着きがなくなっています。煽らないでくださいと書いてある。で、これクリックすると、これを購入すると予期しない、好ましくない事態になるかもしれませんと書いてある。ここからは下り坂。やってみましょう。まあ、これがなんか、今までなかったね、メッセージだったんで。やってみて。これ、ま、顔が変わってるんでね。生産が下がったとかでもなさそうなんだけど、今のところ特段変化ないのかな？他アップグレードとかいろいろやってて、この猫が結構威力が高い。あ、これなんか変なのが出てきてるぞ。あれかな？なんか、チョココロネみたいな感じ。クロワッサンかチョココロネみたいに見えるんだけど。多分だけどクリスマスだからこういう模様になってる可能性ある。後ろもなんか雪になってるので、クリスマスカラーの可能性あるけど。あー、なんか帽子かぶってんだよ、これ。目か、この辺り。なんか、しわしわのクロワッサン。クロワッサンがなんかクッキー食ってるかのような。食ってんのかな？これ、あれかな？赤になってるってことは減ってんのかな？いや、増えてはいるか。でも、これが食ってなんか、もしかしたら減ってる要素になってる可能性がある。ちょっと細かいそこら辺の情報というのは、ああ、ここに書いてあるね。これちょっと文字赤くて見えないんだけど、減衰か何か、減退かな？ 5% って書いてあるので、マイナス要素がこれ一つによって生まれたってことかな？多分これ今までなかったはず。さて、他、この砂糖玉というのを使って何かアップグレードできるそうなので、多分ここ、砂糖玉一つ消費してレベルアップ。これレベルアップしたことによって、CPS がプラス 1%。多分プラス効果得られたんでしょ？だが、ああ、それならば、こっち側じゃなくてもうちょっと上の方か、これ、クリック。障害が発生。2分間10秒、ん？これ2分間12秒の間半分に。ああ、減るのか、大幅に。なるほどね。これレベルアップするんだったら、この一番最高位のものをやった方がいいんじゃない？うん。多分これで結構、元が高いところにやれば、より効果が得られやすいはず。そんなものもありつつで、なるほどね。で、このアップグレードみたいなもの、さっき上の方で選択して、まあ、このグランマが目赤くしたけど、それがだいたい30分おきぐらいになんか来るそうなので、また30分ぐらい待ってから、再度、動画、やって、あ、な、これ、なにこれ、あ、倒すことできるのか。で、クッキー今手に入ったけど、このマイナス要素は減ってない。孫の手、シワシワ虫というものが今名前。虫なんだ。シワシワ虫を破裂させると、こういう条件を満たす。多分どこかにあるはず。これかな？うん。多分ここら辺一列ずらっとシワシワ虫絡みだと思うので、多分大量に倒すとまた何かあるんでしょう。これをね、おっと。これを大体25個ずつ上げていくことによって、こういうミルクが手に入って、このミルク一つにつき、この猫が出てくるんだけど、この猫の効果がすごく高いので、できるだけ実績、あとわずかでね、達成できるんだれば、いろんな要素をこなしていった方がいいとなってました。
あれ倒していいのか倒しちゃダメだったのか よくわかんないけど、今のところこの赤い色がなくなっている原体 5% というのが。ではまた変化があるまでのんびりと進めておこうかと思います。これ今全部削っていったんだけど、こんな風にこのグランマが大量になんかいるかのような、まあ絵は4つワンセットになっているような感じだけど、なるほどね、グランマの要素こんなところにあったのか。まあのんびりと進めておきましょう。さて、だいたい1時間ほど経過して右上、これ2つ目なんですが、またグランマ何かしら獲得で、これ以上研究を進めれば予期せぬ事態になりかねません。今研究やったところ、効果が上がるということも書いてあったので、多分上がってるんでしょう。で、さらに研究が進んでいくので、またそれを待っていく必要がある。ではまたのんびりと待っておきたいと思います。さて、さらに時間経過で、なんか後ろすごく赤くなってるね。あとこの右上の方のグランマの絵もちょっとヴァンパイア的なね、見た目になっている。ではさらにクッキー生産アップとか、さらにこの30分後にまた様子が変わるかと思います。見ていきましょう。さて、あれから時間経過して、ゲームやってない時にも時間進んでるのか、この右上またできるようになってます。これはお勧めできません。押してしまった。で、さらにもう一個、少なくともしばらくの間エルダーの怒りを収めます。グランマとエルダーってのは違うのか。これはエルダーじゃないよね、この左側のは。60の変なマークがあって、これなんだろうな、クッキーではないと思うけど、いやクッキーか、クッキー60だけ使って怒りを収める。ちょ後ろ後ろ、なんかばあさんが溶けてんだけど、なんかこの辺りはじいさんっぽく見えなくないけどね、ヒゲが生えてる。これじゃあ、まあそもそも、あ、これ右側グランマの顔も変わってる。これどういう効果あるんだろうな。ちょっと記録。まあ、原体は多分この左側のこの、なんかチョココロネみたいなキャラクターがやってることだと思うので、このバーサム自体が何やってるかが特に書いてないんでね。ちょっとやってみましょうか。スイッチ。ああ、なんかたくさん。ああ、虫も消えちゃった。で、クッキーたくさん見つけてきたになってるね。少なくとも一回グランマ集団を沈める。ああ、これ、このチョココロネみたいなの、グランマだったんだ。で、なんか多少まあ変わったけど。で、30分ぐらい、エルダーに一回先制しました。少なくともしばらくの間、エルダーの怒りを収めることができるとなってるんだけど、ああ、で、またお金払って永遠に、まあ、永久にエルダーの怒りを終わらせるというのもある。普通に戻るってことでね。ちょっとこれまた、あ、スイッチ押しても反応しない。じゃあ30分待たないとダメかもしれない。で、さらにこの下の方がいつまで経っても来ないので、そこら辺どう考えればいいか。もう一応、ここら辺の数字は元に戻っている。もうちょっとだけね、様子見ておこうかなと思います。さて、右上、あと20秒、エルダー先生。これが、間もなく切れようかというところ。これ切れた後どうなるか、一気にまたばあさんが真っ赤になるのか、それともそうじゃないのか。多分だけど、特段進展ないのかなっていうね。何か新しいことがあるのかなと思ったけど。うん。これ切れた。で、ばあさんまた、顔が、目がちょっと怪しくなってるけど、特に、まあ、これ多分今、後ろ、絵が出てきてるね。多分だけど、これ時間が経過すれば、さらに顔が変わって、なおかつ後ろも、おどろおどろしくなるんじゃないかなっていう気がします。ちょっとだけ時間経過見て、あとは最後、終わりにしたいと思います。さて、今、ばあさん一気に顔変わったな、これ。まあ、ということで、まあ、このようなゲームになってます。一応最終結果、これぐらいの数字。この単位が英語で今表示されているので、この英語以外の表示も、この設定でできて、この数字を、ようなどこだっけかな。数字を短く表記。これ表記しないとこのようにすごく長い表記になる。だいたい、
10億1兆1000だから、まあ130京とかそれぐらいかな、日本だと。まあそのような感じになってます。こういうものもある。あと、あ、これかな。まあでもこっちの方が英語も覚えられるしね、まあ、この方の表示の方が良いのかなと。まあ、今後別の言語で対応するかもしれないみたいなこと書いてあったけど、まあ、今のところ英語のみの表示となってます。まあそんなわけで長らくやってきましたが、やっぱりこういうのはもう意識がそっち側に向いちゃうからね、 PC の上で他のことやりながらとなっててもついつい画面の方を見てクリックしちゃったりとか、クッキーが出てきたらクッキークリックして、もし777倍とかになったら一生懸命連打とかね、こんな風にやってしまうので、もうやらない方がいいでしょうということで、まあ、ここまで実績を達成しましたとなってます。なんかここで遺産というものがあって、昇天というものをすることによって、これついついこれ押しちゃうんでね、出てくると多分だけど、今みたいなこのクリスマスの時期だからの要素、トナカイが出てきたりとかサンタ集めたりとか、それによってプレイはしやすかったと思います。でこの右上の方、今昇天すると356名声レベルと展開チップというものがもらえる。これちょっとやってみましょうか。本当に昇天しますか。進捗が失われて最初からやり直すことになります。ちょっと待って。一応最後このような感じになっていて、最後の2つぐらいが出てこなかったので、まだまだ先があるかどうか分かりませんけれども。昇天しましょう。クッキーはすべて名声と展開チップに変換される。実績、建物レベル、砂糖玉はそのまま。あ、そのままか。ならいいんじゃない？昇天しましょう。さよならクッキーと今下に書いてあったけど。クッキーが没収された。で、357名声レベルを獲得。まあ、これさっきと同じ数字だね。で、昇天しています。画面をドラッグするか、うん、こう、移動が可能。準備ができたら転生をクリック。これ何かできるんでしょう？これが最初の展開アップグレードです。展開チップシステムを解除。昇天することに前世で焼いたクッキーが展開チップと名声に変換される。様々な永久超過アップグレードに使える。まあ、常時発動の何か。これ今、真ん中押したら、いろんなところが。ゲームを閉じても1時間は通常 CPS の 5% でゲームを閉じた状態でもクッキーを作り続けることができる。ああ、これあれか。ゲーム閉じてても動いてるんだ。これ動かせ続けないとダメかなと思ったけど、生産倍率が上がるとか。ゲラルドがまだ全く恩恵受けてないんでね。どういう感じになるのか。黄金クッキーの、多分黄金クッキーが 777% の確率でクリックね。倍率でクリックすることによって、クッキー得られて、それでかなり稼げるかのようなものだったと思う。クッキーを100万個獲得した時に、ボロボロと崩れそうな卵が購入できるようになる。なんだろう。ミルクセレクターを解除して、クッキーの下に表示する。ミルクの種類を選べるようになる。まあ、どうでもいいでしょ。さらに先は見られないのか。すべてのプレイスルーで、その効果を永久的に続きます。これ有効にした。なるほどね。過去に取ったものがそのまま反映され続けるになるのか。これ難しいね。何にしたらいいか。いや、難しいねってもうやらないんだから、考えなくてもいいんじゃないとか思うけどね。これ多分サンタは別の時期だと出てこない可能性あるので、これやっときましょうか。うん。決定で。ああ、さらに2とかいけるけど、あ、ポイントが足らんない。ああ、難しいね。そうなると。黄金クッキー出現率。さらには？あ、でももうこの先はポイントが足らずにいけない。ヘラルドがわかんないからな。以前の研究が10倍速くなる。あ、これもうダメだ。500。クッキーこれ、速度が上がる。さらには、マカロンの詰め合わせが入ってる。有名ビスケットの詰め合わせが入ってる。これなんだろう。どういうメリットがあるかが書いてない。あと176。うん、これやっていきましょうか。さらに。うん、2時間分有効。ゲームが閉じてる間、さらに、プラス 10%。効果がある。閉じてる間に何かがあるのは悪くないよね。どんどん伸ばせるけど、キリなくなるね。どこまで行くんだろう。
画面ここで止まってるから、まあ、ここら辺までは拡張できるってことか。あと63ポイント。だからもう行けるところが限られてる。いや、もうそんな真剣に考えなくてもいいんだけどね。うん、この卵が何なのか気になるけど。先進めないね。あと45。マカロン、自分好きなので、マカロンやっといて。これで転生ボタンを押します。現世戻りましょう。ああ、現世、この現世見たくなかったな。この現世一番見たくない現世なんだけど。うん、ミルクフレーバー、そっかそっか。ちょっと待ってね、これ。様々な実績解除となってます。で、実績解除することによって、あと14個解除すれば125。またミルクが増えるんで。そして、名声のアップグレードによって何かしら、プラスアルファを得ている。今のところ、これ動いてるよね。いや、動いてない？あれ、あ、これ押してないからか。いや、そっか、最初は自分で押さなきゃダメだったわ。忘れた。これカーソルやってからもう動き出す。なるほどね。ということで、なんでクリックしてんのみたいなところがあるけど。名声レベルの可能性を 5% 解除。そんなわけで。ああ、じゃああれだな。この引き継ぐやつは、このクリックした際により多く、このクリックの値が上がるもの、多分あったはずなんでね、そういうのはね。そういう要素があったはず。なので、まあ、それを解除した方が良かったかも。まあ、だが。だが、なんで動かしてんのって感じだけど。あれだな、クリスマス、そっかそっか、まだあるんだ。まだクリスマスの要素もあるんで。フレーバー切り替え、まあ、他の何でもいいかな、自動で。閉じましょう。で、ここら辺、物は残ってるけど、実際に物がないと表示されない。とりあえず99までグランも呼び出しましょうか。いや、だからなんでやってんのって感じになってるけど。やらなくていいんじゃないっていうね。ということで、やっちゃうから、もうキリがないからやめましょう。グランマ呼んで。はい。プレーングランマ。今回、これで終えたいと思います。うん、これはやらない方がいいゲーム。絶対時間、特にやめ時がないので、やめ時を自分で考えられないと、いつまで経ってもね、やり続けてしまうと思います。だが、バックグラウンドで画面止めても動くようなので、ある程度整え終わった後はもう1日1回立ち上げるとか、そういう感じで進めるんであれば、良いんじゃないかなと思いますが、なんで手を動かしてるのって話になります。皆さんは、やらないように、特にクリスマスにやるなんてバカなことはないようにしましょう。いや、ダメだ。手が止まらない。ではでは。